アイガーデンは東京都千代田区飯田橋に位置する日本貨物鉄道による再開発外区である飯田町土地区画整理事業として整備された1999年9月まで飯田橋に存在した貨物駅の飯田町駅と周辺の引き込み線飯田町市流通センターの跡地を日本貨物鉄道がデベロッパーとして UFJ グループの東洋不動産 大和ハウス工業と三井不動産をプロジェクトパートナーに選定して着工し2003年3月までに北、中央、南の三階区にオフィスビル群と超高層マンション、ホテル棟が順次竣工した JR 貨物は超高層ビル、ガーデンエアタワーと付属する商業施設、飯田橋アイガーデンテラスを開発し事業に参画した JR 東日本は 隣接地のホテルメトロポリタンエドモント新館、イーストウィングを建設した。超高層型高級マンション、東京レジデンスも当地区内に建設された。このほか、マクセル東京ビル、日建設計東京ビル、大塚商会本社ビルが各社の自社ビルとして建設され、現在はマクセルを除いて、それぞれ各企業の本社内し東京での本部拠点が入居している。なお、 アイガーデンの第一期として先行して再開発が行われ1999年に竣工した大和ハウス工業東京ビルが飯田橋アイガーデンテラスの対岸に立地する。アイガーデンエアのランドマークである地上35階、地下2階、高さ153メートルの超高層オフィスビルである。 JR 貨物が開発、所有し、三井不動産、大和ハウス工業、東洋不動産が、プロジェクトマネジメント業務を運営する。3階から最上階までのオフィスエリアはすべて、KDDI 本社が入居しており、1階エントランスに、セキュリティゲートが設置されているため部外者は立ち入れない。セキュリティゲート外の1階に店舗と、三菱 UFJ 銀行 ATM コーナー、 二階にメディカルモールがあり、これらは一般利用可能である。竣工前に KDDI が一棟借り上げ契約を締結し、満室状態となり、2002年時点では塩止め塩サイトや丸ビルと並ぶ景気回復機の再開発オフィス外区の一角となった。竣工から2011年1月までは JR 貨物本社大和ハウス。 東京ビルの名称であり、その名の通り、JR 貨物の本社と、大和ハウス工業の東京支社がそれぞれ置かれ、建物も共同所有となっていた。その後、JR 貨物の本社機能は2011年2月14日付で、JR 新宿駅新南口前の賃貸ビルへ転出し、大和ハウスが、JR 貨物の持ち分を取得したことで名実ともに、自社ビルとなっている。 2013年2月に大和ハウスがに本社制導入により、東京支社を本社、本店に格上げした。ホテルメトロポリタンエドモントの増設部分として建設され、隣接地にある本館と一体的に運営される。1階に 3F が入居し、レストランを備えたツインルーム主体の宿泊中心の施設構成となっている。日本貨物鉄道の子会社。 JR 貨物、不動産開発が開発し、三井不動産レジデンシャルによる管理、運営が行われる、超高層型高級分譲マンション。ありがとうございます。